公爵丸の聞き流せ日本の歴史。こんにちは、ナレーション担当のナミネリツヨ。前回は平城京の政治や文化についてお話ししたけど、どうだった？今回は平安の都に向けてについてお話しするわね。後任天皇は781年に桓武天皇に上位するの。ちなみに桓武天皇は後任天皇のたっての願いで弟の沢良親王を皇太子としたわ。後任天皇は政権基盤が弱い天皇だったんだけど、桓武天皇は即位した当時、後任天皇以上に政権基盤が弱かったの。だから即位した直後に事件が発生するの。まず橘の奈良麻呂の変で親戚に落とされて、ひかみの塩焼きの子ひかみの川継が謀反を図り流罪となったの。また天武系の巫女であった三方王が天皇を呪詛するという事件も起きたわ。平城京には天武系の皇族やそれを支持する士族が多くいたし、政治に口を差し挟む大寺院もたくさんあったわ。だから政権基盤の弱い桓武天皇としては、これらの旧勢力から逃れて新しい都で政治を行いたいと考えるのは当然のことよね。桓武天皇は784年5月法家の藤原小黒麻呂、四季家の藤原種継に命じて山城の国長岡一帯を視察させ、11月には長岡に遷都してしまうの。桓武天皇が遷都を急いだ理由は、遷都反対派の抵抗を抑えるためであったと考えられているわ。長岡は畑氏が勢力を持つ地で、小黒麻呂の母親や種継の妻は畑氏の出身者で、桓武天皇は畑氏の財力を当てにして長岡に遷都したんじゃないかと考えられているの。ところが785年に長岡京造営に尽力した藤原の種継が殺害されるという事件が発生したわ。この事件では大友の継人、佐伯の高成が逮捕され、沢良親王も関わったとして淡路の国に流罪にされるの。ちなみに沢良親王は無実を訴えて断食し、流罪になる前に亡くなってしまったわ。長岡京は疫病や洪水に見舞われ、788年に藤原の民子が、789年に高野に伊賀佐が、90年には藤原の乙室が相次いで亡くなったわ。桓武天皇はこれらは沢良親王のたたりだと考えたのね。長岡京の造営は遅れていて、791年には平城京の旧門を長岡京に移築する命令も出されたんだけど、旧門は完成しなかったの。だから桓武天皇は平安京に遷都することにしたの。ちなみに候補地の選定は和気の清麻呂によって行われたわ。769年に豊前の佐八幡神が道教を皇位につければ天下は太平であると告げたとされる託宣が都にもたらされた時に、託宣の真偽を確かめる役を担ったのが和気の清麻呂だったわ。そして桓武天皇は794年に平安京に遷都したの。平安京は東西 4.5km、 南北 5.3km もあるの。東西に伸びる城と南北に伸びる棒によって碁盤の目に区画され、中央を南北に走る朱雀大路によって左京と右京に分けられているわ。ちなみに右京は湿地が多いことから早くに錆びれていったわ。桓武天皇は仏教勢力から遠ざかるために遷都したということもあって、都内には東寺と西寺以外に寺院を建設することが認められなかったの。桓武天皇は蝦夷に悩まされた天皇でもあったの。桓武天皇が即位する前年、これ張りのあざまろが蜂起し、数万の兵を派遣して鎮圧しようとしていたんだけど、はかばかしい成果がなかったの。桓武天皇が即位したのは、その最中だったわけ。桓武天皇は784年、
大友のやかもちに軍の再編を命じて鎮圧に当たらせたんだけど、大友のやかもちは785年に任地で亡くなるの。その直後、藤原種継の事件が発生し、大友のやかもちも関わっていたことが発覚し、蝦夷の討伐が頓挫してしまうの。788年には、キノコサミを征討大将軍に任命し、5万8000の大軍を多賀城に送ったんだけど、これも失敗に終わったわ。791年には、征夷大使に大友の音麻呂、副使に坂の上の田村麻呂ら4人が任命され、794年には、坂の上の田村麻呂から大きな戦果が伝えられたの。坂の上の田村麻呂は、796年、陸奥では安土、陸奥の神、鎮守将軍に任命されたわ。そして797年には、陸奥、ではの全権を与える征夷大将軍という両家の官が設けられ、坂の上の田村麻呂が初代征夷大将軍に任命されたわ。802年には、伊沢城を築いて鎮守府を多賀城から伊沢城に移し、803年には志和城を築いたわ。ちなみに、志和城は雫石川の氾濫で潰れ、811年には南部に徳丹城が築かれたの。伊沢城、徳丹城が築かれた頃になると、蝦夷の大規模な蜂起はなくなっていったわ。この頃、用、徴、増用の負担が大きく、これらの義務を果たすために都に赴いた際に、そのまま調散し、不老となる者が多くいたため、耕作されずに放置される藩殿が増えていったの。また、女性には、用や徴などが課されないために、男性が女性と偽って戸籍に登録する儀式が頻発したため、戸籍の作成がままならなくなっていたの。そこで、桓武天皇は、建立の制を採用して、関東以北と九州を除く地域での、徴兵を廃止して役化を軽減したわ。建立の制というのは、軍事や有力農民から兵士を選抜して軍団を組織するもので、藩殿農民の負担を軽減するだけでなく、大幅に軍事力を削減することにもなったの。8世紀の半ばに、唐で安史の乱という大規模な反乱が発生し、唐の権威に衰えが生じ始めていたの。また、朝廷は、780年の新羅氏の後、新羅の国力が低下したのを見計らって、一方的に国交を断ったの。朝廷は、663年の白村江の戦いに惨敗して以降、強力な中央集権国家を築き、唐や新羅の侵攻に備えて、律令制を導入して多額の費用を使って、藩殿農民にも大きな負担を課すことになる、軍事力を整えていったんだけど、唐や新羅の脅威が去り、蝦夷の討伐が一段落ついたことで、軍事力を削減することができたわけ。そして、有名無実化していた、6年に一度の藩殿を12年に一度に改めたわ。また、定員外の国司、軍事を廃止し、頻発していた国司引き継ぎの時のトラブルを抑えるため、引き継ぎ手続きを監督する影の有志という両家の官を設けるなど、地方行政の改革にも取り組んだの。国司というのは、税の未納があれば個人の責任で、それを補填しなければならなかったから、未納の事実を隠蔽して、新任の国司に引き継がせるということが頻発していたのね。そして、新任の国司の方でも、未納分を押し付けられると困るので、前任の国司の時の未納を厳格にチェックしていたわけ。だから、国司引き継ぎの際に、各地でトラブルが発生していたのよ。このように、桓武天皇は、律令体制の立て直しを図り、様々な政策を行っていったんだけど、806年に、亡くなったの。桓武天皇の次に、即位したのが平勢天皇だったの。平勢天皇は、官司の統廃合を行ったり、監察使を設定して困窮した民の実情把握を行ったんだけど、即位から3年で、嵯峨天皇に上位してしまうの。平勢上皇は、退位すると平城京に移ったことから、平安京の嵯峨天皇と権力が分断することになったわ。ちなみに、律令体制では、
天皇を退位して上皇になっても、新たに即位する天皇と同等の権限があったから、平城京政権と平安京政権が併存することになったわけ。二朝体制になってしばらくすると、嵯峨天皇と平城上皇が対立するようになったの。二人の対立のきっかけが、嵯峨天皇が黒井戸どころという両下の官を設置し、黒井戸の神に小瀬野の足りと、北家の藤原の冬継ぐを就任させたことにあったの。桓武天皇の時代に、藤原のクスコが皇太子付けの女官として権力を持つようになったんだけど、それが桓武天皇の怒りに触れて、藤原のクスコは宮中から追い出されたわ。ところが、藤原のクスコの娘を妻にしていた平城上皇が天皇に即位した時に、藤原のクスコを宮中に戻したの。ちなみに、平城天皇と藤原のクスコは深い関係にあったと言われていて、天皇への取り次ぎは藤原のクスコが行っていたのね。ところが、嵯峨天皇は黒井戸どころという両下の官を設け、黒井戸の神に就任させた小瀬野の足りと藤原の冬継ぐに天皇への取り次ぎを行わせたわけ。ちなみに、黒井戸というのは歴代天皇の文書が保管されている能殿を管理する人に由来する名称よ。嵯峨天皇は天皇の秘密文書に携わる秘書官の役割を担う機関として黒井戸どころを設置し、その長官を黒井戸の神としたの。ただ、黒井戸どころは天皇への取り次ぎだけでなく、詔書の伝達、宮中の行事、内廷の一切のことを取り仕切るようになり、黒井戸の神は内廷以外の一切のことも預かるようになっていき、絶大な権力を持つようになったわ。そして、黒井戸の神は天皇と密接な関係を築くことができるポストだったから、次代の天皇の外戚という地位を築く基礎にもなったわ。黒井戸どころの設置は、藤原のクスコを完全に排除するものだったから、クスコに肩入れしていた平城上皇が起こり、平城京への遷都令を発してしまうの。嵯峨天皇としては、都が平城京に移ると、廃位させられるようなものだったから、放置できなかったわ。そこで、嵯峨天皇は、藤原の冬継ぐと坂の上の田村麻呂に命じて、平城上皇派の鎮圧に向かい、平城上皇と藤原のクスコを捕らえたの。これで、平城上皇は出家し、藤原のクスコは服毒したわ。これが、藤原のクスコの変よ。嵯峨天皇は、藤原のクスコの変を契機に、権力体制を固めることができたの。嵯峨天皇は、都の秩序を維持するため、天皇直属の検非違使という両下の官を設けたわ。検非違使は、壇上代の糾弾、行部省の処断、左京式の訴訟、要人の警護、道路の補修工事や、税の徴収まで行ったの。つまり、律令制では複数の機関で行われた職務を、一つの機関にまとめて行う律令外の機関だったのよ。検非違使の長官は別当と呼ばれたわ。検非違使は天皇直属の機関だったから、別当の命令文書は戦時に準ずる効力があり、他の政治権力の影響を受けることなく職務を行うことができたの。また、嵯峨天皇には50人もの皇子、皇女がいたんだけど、源阿孫の姓を与えて親戚に下し、財政支出を削減したわ。ちなみに、これが至清源氏の始まりなの。養老律令が明治維新まで残ったという話を以前したけれど、この時代も基本法としては養老律令が存在するの。ただ、時代の推移とともに、養老律令にもほころびが出ていたので、養老律令を補足する客や、客の施行細目が定められた式が定められたの。嵯峨天皇は、藤原の冬継ぐに命じて、過去に定められた客屋式を整理させ、820年に完成した公認客式は、客10巻、式40巻にも及んだわ。嵯峨天皇は、これまでの律令体制で起きていた様々な問題を解決するため、両下の巻を設置したり、客式を編纂することで、時代の変化に沿うように律令を変更し、天皇を中心とした行政機構を整えて、
天皇の実権を取り戻そうとしたの。嵯峨天皇は公認客式の完成を見届け、823年に順和天皇に譲位し、順和天皇は833年に仁明天皇に譲位したわ。そして嵯峨天皇が亡くなる直前に発生した貞和の変まで安定した時代が続くの。ちなみに順和天皇の時代から国司に命じて天皇や上皇の荘園である勅使殿が盛んに開発されるようになったの。嵯峨上皇の勅使殿は1800兆、順和天皇の勅使殿は2200兆、仁明天皇の勅使殿は1100兆もあったわ。1兆が約9917平方メートルだから、勅使殿はとても広大であったことが理解できると思うの。平安の都に向けてのお話はこのあたりにしておくわね。次回は律令制の成熟と衰退についてお話しするわね。今回の動画を見て日本の歴史に興味を持ってくれたら、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくね。それでは次回を楽しみにしていてね。バイバイ、またねー。